一番まあ。お願いします。疲れすぎない。こんなん。いや、こんなんだったよ。確かに。そんな馴れ初め、この世の中にあるかボケ。そう言われたもん。本当だしな。で、朝ちゃんに聞いたら、あ、岡崎と大学一緒じゃんっつって。自分学部どこ？形あるものはいずれ壊れる。さあ、どっから手伝おうか。来ちゃった。ありがとう。エコさんも水に入れたろうかな。消えないよ、やってみ。火薬は酸素が入ってるから。おお、すげえ。あ、いるいる、みんな。面白い。よかったね、爆発しなくて。スイカ戻ってるよ。1対2人ですいませんが、じゃあ2人がこっちこう見守ってるところ。見守ってるところ。見守りながら。どちらさんですか？俺は多分君のことが好きなんやと思う。君かと俺のことを初めて会った時、何か感じたんとちゃうか？良平のこと好きやで。めっちゃ好き。それって似てなかったら良平さんを好きにはならなかったってこと？それは分からへん。朝ちゃん、なんで今なん？寝ても覚めても愛は一番最悪なことを思いはしたいな。大事なんやったら大事にしたらええやん。どうせそれしかできへんのやから。大雨が降った後に溢れ出た気持ちをそっと、私ちゃんと分かってなかった。救い上げて俺のことちゃんと見てくれ。寝ても覚めても